こんばんは。ここではザ・クラシック・モトフェスタ、ガルフ長野ノスタルジック・カーフェスティバルから本田宗一郎の世界展の模様をお伝えします。親父と呼ばれた本田宗一郎に関わった方々の思い出話や秘話を含めたトークショーが行われ、来場者の方は興味を持って聞いていました。まずはこの日のために選ばれた本田宗一郎の思い出の深い車をご紹介しましょう。こちらはホンダが四輪に進出した時のトラック T360 です。乗用車では S360 がありましたが、市販されませんでした。N360 は軽自動車の馬力競争の火付け役になりました。さあ、ここからはザ・クラシック・モトフェスタです。まずは本田宗一郎の世界展に選ばれた車両をご紹介しますが、それ以外の展示された車両もご紹介いたします。どうぞご覧ください。
かがでしたでしょうか。本田宗一郎の世界展は大きな反響がありました。